おや、八神氏、ようやくご帰還で。海藤さんが寂しそうでしたぞ。大丈夫、杉浦連れて飲み行ってんだろ。さようで。時に八神氏は何やら源田事務所から依頼があったようですな。そちらはどうなっているのです？ああ、まだ説明してなかったよな。なるほど、痴漢で捕まった警察官が実は殺人にも関わってたと。なかなか興味深いですね。ああ、でその発端は4年前に清涼高校で起きた生徒の自殺。殺しの動機はそれへの復讐だった可能性が高い。そうだ、つくも、その生徒の自殺の件ってネットに出てないか？それならすでに調べたことがあります。理事長の依頼を受けた時、あの高校の情報は一通り集めました。確か3年生の男子が自宅で首を吊ったんでしたな。亡くなった生徒は江原敏郎とありますね。うん、それだ。ネットで少しだけ騒がれましたが、あまりニュースにはならなかったんですよ。遺書もなく、自殺の理由がはっきりしなかったせいでしょう。第三者委員会の調査でもいじめの証拠は出なかったんです。やっぱりこの子が江原敏郎か。その後、父親が学校でいじめがあったのではないかと清涼高校に訴えを起こしました。しかし根拠に乏しく、ほとんどクレーマー扱いだったようですな。裁判は長引き、判決が出たのは今年に入ってですね。そちらはもうネットでもほとんど記事になってません。そうなんだ。ま、僕が集めた情報はこんなところです。ん？あれれれ？ん？何の音だ？僕の開発した試験中のシステムです。先ほど不具合を直したつもりだったのですが。システムって何の？犯罪の発生を予言するシステムです。なんだって？予言？それはちょっと大げさな表現ですが、それに近しいことはできますぞ。正確に表現しますと、町で現在発生中のトラブルを検出することができるのです。それでも十分すごいと思うが。使っている技術は大したことありません。既存の技術の組み合わせですからね。八神氏には以前つぶやき検索という僕が開発したツールを使っていただきましたよね。ああ、そんなのあったな。確かユッターとかいう SNS をハッキングしてたっけ？ええ、あれをベースにパワーアップしたのが今回のシステムです。あれとは似て非なるシステムなのですが、ま、何はともあれ実際に見ていただきましょう。画面に表示されている小さなウィンドウがユッターのつぶやきを抽出したものです。つぶやきの背後に表示されているのは偉人町のマップだよな。ええ、偉人町のどこでそのつぶやきが行われたのかをマッピングしてあるのです。このようにリアルタイムに更新される SNS の情報、いわゆるビッグデータを AI が収集。トラブルに関連しそうなつぶやきを抽出し、マップ上に一覧したのがこの画面ですな。トラブルに関連しそうなものだけを。すげえな、そんなことができるんだ。今はまだ AI が賢くないので、意味のなさそうなワードまでピックアップされてしまうのですがね。だけどつくも、これ何に使うんだ？探偵の営業活動に使えればと思っております。営業？僕たちは偉人町でまだまだ無名。これから評判を高め、依頼を増やしていく必要があります。まあそうだな。そこでこのバズリサーチャーの出番というわけです。バズリサーチャー？ SNS で話題になっているワード、いわゆるバズってるワードの元にはトラブルが眠っている可能性があります。ですので、システムで検出されたワードの地点に急行し、トラブル解決に貢献することができれば、結果として街での我々の評判も上がっていくというわけです。なるほど、そうやってこっちから売り込むわけか。ほとんどの案件は無償奉仕になるとは思いますが、そこは先行投資と割り切る。こういった地道な活動の積み重ねによってこそ、我々の評判は上がり、仕事は増えていくはずなのです。ま、
そう思惑通りにいくかどうかは試してみないと分かりませんがね。なあつくも、これ面白そうだから俺も使っていいか？もちろんですとも。まだまだ未完成ですので試験運用したかったのです。矢上氏にはぜひ実際に使っていただいて、いろいろと改善していければと思っておりました。なんだよ、俺を実験台にすることも織り込み済みか。バレちゃいましたか。では早速、矢上氏のスマホでも使えるよう僕が開発したアプリをインストールしておきましょう。ああ頼むよ。これでよしっと。どうぞ。どれどれ、ん、なんかごちゃごちゃしててよくわからねえな。どこに行けばいいんだ？ちょっとノイズとなる情報が多いですね。まさに無秩序、エントロピーが増大しまくりですぞ。ではワードを絞り込んでみましょうか。絞り込む？ええ、ワードを絞り込むことで余計な情報が減り、トラブルの発生地点を特定しやすくなるのです。どうやって絞り込むんだ？その AI っていうのがやってくれるの？いえ、さすがにそこまでは。 AI がこれというワードをいくつかピックアップはしてくれるのですがね、外れも多いのです。ほら、このようにいろいろワードがあるな。さて、問題はここからです。ピックアップされたワードから正解を絞り込む上で頼りになるのは経験や直感、あるいはひらめき。要するに最後は人間の勘ってことね。シンギュラリティでも起こらぬ限り、勘こそ人類が AI に勝る最後の武器となるでしょう。では早速、探偵としての豊富な経験をお持ちの矢上氏に実際に選んでいただきますか？わかった。事件の匂いがするつぶやきを選べばいいんだな。これなんかどうだ？ちょっと事件の匂いがする。おほう、なるほど。ではこのワードで絞り込んでみましょう。ん、絞り込めたようですな。気な臭いワードがこの通りに集中していますね。実際にここでどんなトラブルが発生しているのかは自分自身の目で確認してもらう必要があります。探し出すのには血と苦労するかもしれませんが、そこはまあ宝探しだと思っていただければ。宝探しね。そう考えるとちょっとワクワクしてきたな。でしょ。街を歩き回り、よく周囲を観察し、目的のお宝を見つけ出す。そこにどんな謎やトラブルが待っているのか、胸が高鳴りますな。よし、そうと分かったら早速探しに行ってみるか。あ、矢上氏、少々お待ちよ。トラブル探しに役立つガジェットがありますのでお使いくだされ。これは高性能な集音機です。人間の耳では察知しづらい中距離の小さな音を拾うことができるのです。へえ、集音機。このガジェットを使い、町の人の困った声や不審な音に耳を傾ける。そのことでトラブルを見つけ出す。いわば聴覚を拡張するためのガジェットなのです。サンキュー、有効活用させてもらうよ。他にも探偵ガジェットはあるのですが、便利になるよう改造中ですので、そちらについてはおいおい。そうか、楽しみにしてる。
ここだな。お願いします。八神です。はい、ところで、
ん？なるほど。
いえ。はい。お願いします。結果はどうでしたか、矢上氏。ああ、無事解決できたよ。事務所の売り込みもしておいたぞ。システムを有効活用できたようでよかったです。そういえば一つ補足説明なのですが、トラブル検出のためのワードは自分で入力することもできます。自分で？ええ、例えば町の住人の雑談で取り上げられる噂、あるいはふと耳にした気になるワード、そういったネットには転がっていない生のワードをシステムに入力することで、データベースがアップデートされていきます。すると新しい情報を学習した AI が新たなトラブルを検出してくれるようになるのです。なるほど。街で聞きかじった気になるワードを入力すればいいんだな。ええ、ぜひとも有効活用してくだされ。それともう一つ、事務所の掲示板に依頼が貼り出されています。貼り出されているのは我々ではちと持て余すような厄介な依頼ばかりなのですが、もし気が向きましたら引き受けていただけますか。探偵の依頼か。わかった、後で見ておくよ。